フランシス・ジェファーズはイングランドリバプール出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションは FW。地元クラブであるエバートン FC の下部組織出身。1997年12月に若干16歳にしてプロデビューを飾った。リザーブチームでは1998年に FA ユースカップを制覇。 1999-2000シーズンのプレミアリーグでは21試合に出場し6ゴールをマークした。エバートンや代表での活躍がアーセン・ベンゲル監督の目に留まり、2001年4月に800万ポンド、出来高200万ポンドの遺跡金でアーセナル FC が獲得。ボックス内のキツネとして活躍が期待されたが、故障を繰り返しティエリアンリア、シルバンビル・トールの控えに回された。 結局在籍4シーズンで公式戦でのゴールはわずか8ゴールに止まり2004年8月に260万ポンドでチャールトンアスレティック FC に放出されたその後は様々なクラブを転々としプレミアリーグでプレーしたのはブラックバンド・オーバーズ FC に在籍した2006から07シーズンが最後になった2012から13シーズン終了後にアクリントン スタンリー FC を退団してからはフリーの状態が続き、いくつかのクラブでトライアルを受けたものの契約には至らなかった。U-15 年代からイングランド代表に選出されていた。U-21 代表では16試合に出場し、アランシアラーに並ぶ13ゴールを挙げた。2003年2月に開催されたオーストラリア代表との親善試合で初キャップ。 さらに初ゴールも挙げた。A 代表での出場は、これが最初で最後になった。アクリントン退団後、入団可能なクラブが見つからなかったため、ボランティアでフルセエバートンのアカデミーで働いた。2016年10月、正式にコーチに就任。ありがとうございます。